神家は、ホーリネス教会の中心教理の世への福音の一つ。神の力により、安種、また祈りの中で病気が癒されること。ホーリネス系や精霊派などでは、今日でも神の力により神家が行われると信じられている。福音派にも神家の信仰があり、日本福音連盟の聖火の裏扉には、神家の根拠聖句が書かれてある。 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団は、基本的真理に関する宣言で、神家は、福音の不可欠要素であると告白する。聖句はでエジプト記15章26節、私は主、あなたを癒すものである。イザヤ書53章4節、誠に、彼は、私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。ヤコブ書5章15節、信仰による祈りは、 病む人を回復させます。である。マタイによる福音書はイエス・キリストの癒しをイザヤ書の予言の成就としている。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは見言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆なお直しになった。これは予言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。 彼が、私たちのわいを身に引き受け、私たちの病を背負った。三谷種吉、ウィリアム・ブラナム、ゴードン・リンゼー a. A. a アレーン、オーラル・ロバーツ、T.L. オズボーン、キャサリン・クールマン、ジョン・ウィン・バーラがいる。ヤコブ賞、根拠の聖句として、サクラメントとする教会が存在する。プロテスタントにおいては、霊典ではなく、聖公会においては、聖伝ではないが、聖伝的書式として、 聖伝に準じた扱いとなる。他方、カトリック教会では、ヤコブ書に基づき奇跡として、描写のといがなされる。聖教会においては、病人へのといと祈りを伴う、聖風機密があり、機密の一つとして数えられる。水草修司ニューエイジの罠 CLC 出版、深海薬聖書、深海薬聖書、三谷種吉、日本で、最初の音楽伝道者、ただ死んぜよ。 命の言葉者、日本カトリック主教協議会、カトリック教会のカテキズムカトリック中央協議会、ありがとうございます。